潜水艦は、世界の国々の中で限られた40カ国ほどが運用しており、特に地理的な制約を持つ国々にとっては、非常に特殊かつ高価な装備でもですよね。海上自衛隊22隻体制整い、世界が日本の潜水艦に再注目しているのも事実です。今回は、海上自衛隊引き渡し、攻撃型潜水艦世界屈指の太平型に再注目、豪州原潜導入前に、蒼竜星ガルを詳しく見ていきますね。それにしても、オーストラリアの原潜導入にはびっくりでしたね。フランスがもたもたしていたからですね。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた砲塩から国産化を再開、ここから今まで建造技術の継承を続けている。この砲塩は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から収益を果たした、朝日、岡田は容石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、
最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、旧型の後期2隻の仕様を見ることである程度の推察は可能だ。そう、旧型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。タイゲイ型の襲撃によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのベステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射管と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である、原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射管を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。
こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。海上自衛隊第4護衛隊軍が、第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦ヒューガを含む艦隊と合同訓練を実施したとの情報をキャッチしました。今回は、海自巨大護衛艦ヒューガ関門海峡を突破か、海上の巨人ヒューガ、海の難所制覇、超狭海峡通過訓練に、注目論議を詳しく見ていきます。2024年1月に、海上自衛隊第4護衛隊軍が公式 X、旧 Twitter アカウントにおいて、第4護衛隊軍司令部が、第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦、ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表した。また、その際 X に、ヒューガにとって、非常に狭く難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像も公開している。この合同訓練に参加したのは、京都府にある舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に加えて、広島県の5基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく、5を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の5隻であった。しかし、なぜ、このような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、また、なぜ、第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されていないことから、理由は極秘であることが漂った。現在の海自護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍が編成されており、1個護衛隊軍は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻に、イージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる8隻からなる2個護衛隊で編成され、それらが4つ組まれて合計32隻が有事に備えている。この4個護衛隊群を維持することで海上自衛隊は訓練や整備なども、周期的にローテーションを行いながら、常時1個あるいは2個の護衛隊群を、高度な練り成り状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応態勢を整えている。そして、これら32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に、計16隻の護衛艦が配備されており、有事の際は、沿海防衛用の戦力として地方総監が運用することになっていて、平成26年度以降にかかる防衛計画の大綱において、この直轄部隊が6個護衛隊に改編されることが決定し、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定である。ネットニュースなどでは、今回の合同訓練の目的よりも、第4護衛隊軍の公式 X にアップした関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量 13,950 トン、全長197メートルの出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では、幅 500m しかなく、潮流が、速く、海上交通の難所とも言われている関門海峡を通過したことに対する驚きのコメントが寄せられていた。
ヒューガの基準排水量 13,950トン、満載排水量推定値 19,000トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルの艦隊は、出雲、型に次ぐ大きさであることから、狭くて、危険なイメージがある関門海峡を通過したことを、軍事系ブログなどが騒ぎ立てていた。しかし、通常だと関門海峡を通過できる船舶は、喫水が最大で 11.4M までとされていて、喫水が 7M のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルとされている。一回り大きな艦隊の出雲型護衛艦も通過することが可能だ。要するに、ヒューガ型護衛艦や出雲型護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の5基地に所属するヒューガや加賀は、基地から東シナ海に進出する際には関門海峡を通過していくのは当たり前なので、騒ぎ立てていた輩たちは単純に知識がないだけである。また、関門海峡では海事だけでなく民間の巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を確認すると、2024年1月19日には全長288メートルで、相当数が10万トンを超える超大型の LPG、LNG 船が通過する予定が入っているなど、ヒューガ型護衛艦を凌駕する大きな船舶が横行しているのだ。関門海峡は山口県下関市と福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の旧地名である馬関から取った関と文字の門を組み合わせたもので、かつては穴戸海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていた時代もあった。さらに歴史をたどると氷河期以前は陸地だったが、最終合理期約7万年前から1万年前の寒冷期において、この土地に河川が流れて花崗岩の岩石を削り出して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んで、この海峡が出来上がったと言われている。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸という名で、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡と呼ばれており、主航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦と和ぶかりの間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約 500m の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノット 5m 毎秒を超えることがあるとも言う。そのため、大型の船舶が通過可能とは言っても、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて、見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いせいで、絶えず海難事故が起きているのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても、通過には細心の注意が必要である。この関門海峡において、海自護衛艦が関係した大きな海難事故として、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があった。この事故の内容は、2009年10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵いっぱいで切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突した。完全に韓国船籍側の過失によるものだ。この事故によって2隻ともに火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、一方でクラマは岩主部が大破して乗員6名が軽傷を負ったことに対して、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの、幸いにも乗員に負傷者は出なかった。この事故は
っかりなスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことが主な原因であるが、一方のクラマが衝突当時に17ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、まるで平穏な洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘引した要素の一つであるとされた。このくらい関門海峡の通過が容易ではないことから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から提起されているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや鉄道在来線用の関門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の拡幅工事は難しいでしょうね。また関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下した MK25 や MK36 などの機雷数百発が残されているらしく、実際に船舶が触雷した報告もあるくらいだ。そのため海上自衛隊は下関基地隊を下関市に配置し、第43掃海隊の掃海艇豊島、浮島によって現在も関門海峡の機雷掃海任務を遂行している。も、上方護衛艦の収益が急ピッチで進められていますが、2023年3月、ついに4番艦三隈が収益し1年ほどです。建造を担当した三菱重工業中崎造船所の能力もものすごいと思いますが、何と言って、ももが三方の性能が異次元レベルという極秘情報を入手した。今回は、海自最新鋭もが三方護衛艦三隈収益。米国ビビる建造能力に賛否し、やばい、7万馬力で、30ノットは、常識外れに、国連恐れるを詳しく見ていきます。建造能力は悪魔的です。昨年5月、ロシア海軍のアドミラル艦が、ウクライナ軍のミサイル攻撃で沈没したのですが、それよりは数段も高性能で、少人数化されていることが世界でも驚愕されたそうです。ロシアが突如他国であるウクライナへ侵攻してから1年が過ぎました。戦いの終わりは全く見えません。世界ではウクライナ戦争開始から1周年ということで騒がれています。そんな世界情勢をよそに、日本は昨年末、閣議決定した安保関連3文書に基づいた防衛力強化を各分野で具体的に進めており、従来からガラッと転換した反撃能力を有する装備拡充に注目が集まっているようです。その中でも注目の的は、有事の際敵の領域内へ攻撃できる兵器としてのスタンドオフミサイルです。具体的には人認識地対艦誘導弾の能力向上タイプや当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が大きなウェイトを占めることになりました。ここまでの大掛かりな自衛隊装備の方向性の見直しは、近年、稀に見る戦略、戦術の大転換でもありました。皮肉なことに、昨年2月、ロシアのウクライナ侵攻が、日本の防衛政策を転換するため、追い風になり、防衛費総額を打ち出しやすい空気を醸成したという感もあります。日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた2022年でしたが、海自の新型護衛艦としては、今までにない多目的艦艇であるもが、三方が収益を開始したことも特筆すべきでしょう。海自最新鋭護衛艦もが三方は、2022年3月に、2番艦熊野、翌4月に、1番艦でネームシップのもがみ、12月に3番艦のしろが収益、日本領海を守る任務に就きました。さらに、
2023年は3月4番艦ミクマ、12月に5番艦やハギが就役する計画ですから、昨年分を含めると合計5艦の護衛艦が増える状況になっているのです。現時点でモガ、ミガタ護衛艦はトータル22隻の建造が見込まれています。一つの艦を長期間運用する弊害が指摘されていますが、就役から数えておおむね40年間程度が使用期間として想定されているそうです。目下、ミガタ護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新しい艦種記号を冠されています。これは比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦種記号 FF に、機雷戦のマイン及び多用途のマルチパーパスを複合して M を付け加えたそうです。目下ミガタ護衛艦の性能としては、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルで、世界的にはフリゲート艦としても大きい部類に入るそうです。2023年1月4日、ロシア海軍の最新鋭フリゲート艦と呼ばれるアドミラルゴルシコフ級フリゲート1番艦アドミラルゴルシコフが、極超音速巡航ミサイルツィルコンを搭載して航行に出たと報じられました。3月になっても続いているウクライナ侵略戦争で、最近地上戦では大きな戦果を上げられていないロシア軍は、このアドミラルゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に脅しをかけようとしたとも見られます。と言ってもロシアが喧伝するほど、ツィルコンが NATO 加盟国に効果的かどうかは、現時点では不明ですが、ロシアの言い分では、射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のミサイルなので、迎撃は困難だと主張しているようです。このツィルコンを実装しているアドミラルゴルシコフの性能ですが、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0 メートル。全幅 16.0 メートルであり、海上自衛隊のモガ三型護衛艦とは、かなりサイズが似ていますね。ただし、モガ、三型護衛艦とアドミラルゴルシコフの最大の違いは、その主兵装にあります。垂直発射艦 VLS を、MAX 16セル搭載可能なモガ三型護衛艦に比べて、後者は、倍の32セルを装備しているそうです。モガ三型護衛艦の優位性としては、水上戦闘艦として重武装に傾くことなく、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷の差と施設能力を付与された多用途艦というところです。また、モガ、三型護衛艦は、外艦のイメージ通り、従来艦よりも大幅にステルス性を考慮した設計になっていて、中国海軍による南西諸島方面への圧力行為に対抗するために、多用途性に重点を置いたということが伺えます。これまでのところ、モガ、三型護衛艦1隻あたり500億円弱の建造費と公表されていますが、海自は、さらに安価で小型な艦艇である哨戒艦を今後は建造していく方針を打ち出しているのです。2018年分の防衛計画の大綱の中で初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費が約90億円という低額な小型艦艇で、イメージ的には海上保安庁の巡視船に近いようです。それにしても90億円で定額なんですね。金銭感覚がおかしくなりそうです。海自の新哨戒艦は、基準排水量1920トン、全長 95.0 メートル、全幅 12.0 メートルほどの艦体に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたコットラグ方式を採用、最高速度20ノット、搭載する兵装も 30mm 機関砲程度と見られています。こういった哨戒艦やモガ、三型護衛艦の使用を考えてみると、今後、ますます厳しさを増していくだろう。南西諸島方面に対し、海上自衛隊は、省人化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが推測できます。その意味で、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショア大隊となる艦艇として計画を進め、新しく建造するイージスシステム搭載艦などと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針と解釈できるでしょう。
ちなみにもが2型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された、阿武隈型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたります。も、がみ、阿武隈と、護衛艦には、川の名前が付けられる規則性がありますね。さて、阿武隈型護衛艦は、ネームシップで、一番艦の阿武隈が、1989年、平成元年、最終6番艦とねは、1993年、平成5年に就役していますが、とねでも、艦齢は、今年で30年になるので、近い将来の退役が見込まれています。阿武隈型護衛艦の前級で、1983年、昭和58年と、1984年、昭和59年に2隻のみが建造され、太夫張型は、2010年、平成22年に退役しています。海上自衛隊としても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要ですし、同時に、防衛力との兼ね合いで進めていくことが急務になっています。言うまでもなく、利根も夕張も川の名前です。阿武隈型護衛艦の乗組員定数は約120名。もが、2型護衛艦は、これより、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、消費と化が図られたおかげで、40名も減らした約90名での運用が可能とされています。それでも、日本の少子高齢化の流れを止めることはできません。慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、消費と化されたとはいえ、必要数を充足させることは難しく、防衛費は増額したとはいえ、課題は山積されたままというのが現状なのです。陸自や空自と職場を比較すると、海自で艦艇勤務になると、スマホがほとんど使用できない環境下に置かれてしまいます。今の若者が、こうした勤務を受け入れるのはかなり難しいでしょうね。人員不足は、公務員である自衛隊に限らず、日常生活を支えてくれるエッセンシャルワーカーも同じです。国挙げて、この問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。2024年度護衛艦加賀がアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを実施する中、台形だった艦首が四角へと魔改造された最大の理由は一体何でしょうか。今回は、海自、ついに、護衛艦加賀 F-35B 満載化、艦首四角への変更は、台形役不足、出雲、災害対策の現状と課題とは、を詳しく見ていきます。護衛艦出雲は、能登半島地震への派遣はされていない状況でした。今後、地震災害への対応の変化も詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は2024年度見れるのかな？出雲は認証されていて艦載可能ですよね。日本では、新年の2024年1月1日に能登半島沖地震が発生、正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が走ったが、これまでの阪神淡路大震災や東日本大震災比較すると、地震の規模的には少なくて済んだ。それでも、被災地である能登半島は、山間部や海岸部に、比較的に小規模な集落が散在する、地理的な環境下にあったため、主要な道路が寸断されたことで、救援の遅れが発生、今も予断を許さない状況が続いている。こうした大規模な自然災害の発生に際して、当然、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいるが、例えば、海上自衛隊で、
最大規模の大きさを誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の投入は今回は行われていない。これについて政府の災害対策の不備を指摘する声も一部では散見されるが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦のような大型艦艇には入港が可能な大型の港湾設備が不可欠であり、今回はその投入が不可能な地域となっている。そのため物資の搭載量やその運搬手段としての大型の回転翼機を最大で14機も運用可能であり、艦内には充実した医療設備を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も物理的に用いることができないことは、はためにも心苦しい。1日も早い能登半島の被災地の救助と復興を個人的には望んでやまないが、大型艦艦艇であってもいかなる事態にも対処が可能ではないという厳しい現実は、残念ながら日本国民としては受け入れざるを得ない状況である。こうして、能登半島沖地震では、投入が不可能な状況にある海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、1番艦出雲と2番艦加賀の両艦は、今も航空母艦化改修工事を現在進行形で行っている最中にある。前述したように出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇において最大規模を誇り、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルという艦隊を備えている。海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦種記号では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は DDH と呼称されており、前級であるヒュー型化を拡大。全通式の飛行甲板を元より完備し、ここからは、最大で、5機の回転翼機の同時離発着が可能である。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦である出雲は、2015年3月に、神奈川の横須賀を母港とする第1護衛隊群第1護衛隊へ、2番艦の加賀は、2017年3月に、広島の呉を母港とする第4護衛隊群第4護衛隊に配備されている。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められているが、1番艦である出雲は収益を果たした年の2015年7月に、早くも短距離離陸、垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられた。この時は、そうした報道を、時の日本政府は否定するコメントを発し、今年で9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機である F35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられる。これはまさに日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有がまだまだ一般の国民からのコンセンサスを得ていないとの判断の上で発せられたものと想像でき、そこから、わずかな期間で、大きく風向きが変わったことの証左でもあろう。すでに、中国は、この2015年時点の3年前の2012年9月には、最初の航空母艦となったウクライナから使用用途を偽って入手した遼寧を就役させており、日本を取り巻く外的な安全保障環境は、大きく変化しつつあった。これと前後して、個人が所有していた尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化し、南西諸島方面の防備を強化する方向に舵を切ったが、この決断が中国に影響を与えたことは間違いない。そのそも、尖閣諸島に対しては、1970年9月に台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部である旨の活動を起こしたが、今の中国共産党政府は、台湾は自国領であり、したがって、尖閣諸島も自国領であるとの前提に立っている。こうした中国側の主張は、自国が海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年代以降に着実に実力的にも強化され、尖閣諸島の周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招いており、危機的な状況を招いている。こうした状況を受け、2016年12月には、日本政府も出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空警護艦化改修を公のものとし、
同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させた。この時点で、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛に対して、日本政府は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化のコンセンサスを国民から得られたと判断したものと思われ、その既成事実化が一気に進んだと言えるだろう。2018年末に閣議決定された第30期の防衛計画の大綱においては、先のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存の艦艇からのストブル機運用、つまり F-35 ライトニング 2B 型の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への搭載が規定路線とされた。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対して、防衛予算上では、2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円が投入され、一気に、その動きが加速していった。そして、2023年末に閣議決定を経た2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として、過去最高額の424億円を投じることが決まり、その大半を占める421億円が、一番艦出雲の改修に充てられる。同様に、2番艦の加賀には、3億円と非常に少ない投資額となっているが、これは、加賀が出雲に先んじて、2021年度末から2024年度末にかけての1回目の工事で、すでに最も大掛かりな監視甲板形状の変更を実施済みであるためだ。加賀は、すでに、2023年4月には、最も費用的に高額な監視甲板形状の変更を終えており、逆に、出雲は2024年度から開始される工事内容にこの部分を含んでおり、現状では両艦ともに2027年度を目途に全ての改修工事を終える予定である。一方、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の取得費用は2020年度が793億円で6機、2021年27機で4297億円、1機あたりの平均では159億円ほどになるが、全体では、航空自衛隊では、42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、残り15機も、2025年度以降の予算に組み込まれることとなる。そして、今年2024年には、最初の2020年度予算で計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定であり、配備先は、暫定的に、宮崎県の新田原基地になると公表されており、初の1個飛行隊が編成させることが予想される。航空母艦化改修が2027年度までには完了するとめされている出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、実際に、F-35 ライトニング 2B 型を艦内に収容するキャパシティは、1最大でも10機前後と言われており、絶対数としては必ずしも多くはない。この点から、軍事的な戦力として見た場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的であるというのが実情であり、航空母艦化という形容に、過大な戦力投射を期待するのは禁物ではあろう。
潜水艦は、世界の国々の中で限られた40カ国ほどが運用しており、特に地理的な制約を持つ国々にとっては、非常に特殊かつ高価な装備でもですよね。海上自衛隊22隻体制整い、世界が日本の潜水艦に再注目しているのも事実です。今回は、海上自衛隊引き渡し、攻撃型潜水艦世界屈指の太平型に再注目、豪州原潜導入前に、双竜星軽を詳しく見ていきますね。それにしても、オーストラリアの原潜導入にはびっくりでしたね。フランスがもたもたしていたからですね。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で冷戦構造が激化したことで再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造したガトー級潜水艦の譲渡を受けて潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた砲塩から国産化を再開、ここから今まで建造技術の継承を続けている。この砲塩は三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から収益を果たした朝日、岡田は容石が建造され、半数の2隻は川崎重工業者の神戸工場がその建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年1隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、
最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える毎級の、そう、竜型の後期2隻の仕様を見ることである程度の推察は可能だ。そう、竜型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、大芸型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、大芸型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、大芸型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを期としている。大芸型の収益によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアが、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6門の 533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である、原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。
こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。